年の G20 の議長としても大変活動され、そして、まあ、今回は私や APEC の議長ということで、いろんな活動していたしまして、まあ、そういう点で両者が協力をしてやれたことを大変嬉しく思っております。また今回政治そして平和安全保障の分野で両国の間で協力の枠組みの文書が合意されたことも大変嬉しく思っております。これからもさらに両国協力して幅広い分野で活動できればとこのように思っております。 For international conferences and your government always does a tremendous job of organizing these things and of showing us all great hospitality.